サーベラスはオーストラリアビクトリア植民地政府海軍が保有したモニター艦。インド海軍のマグダラと同型。後にオーストラリア海軍が承継し、1921年にプラティパス2と改名した。現在も防波堤として戦隊が現存している。本艦はイギリスの植民地であったオーストラリアのビクトリア植民地政府海軍の 軍艦として、オーストラリアの沿岸部を防衛する任務のため、イギリスで建造された。建造のきっかけは、アメリカ南北戦争中に、南軍の軍艦が、メルボルンで補給を行うのを阻止できず、後日損害賠償を支払う羽目になった出来事である。沿岸モニター艦に分類され、特に艦中央部にブレストワークと呼ばれる上部、構造物を備えることから、 ブレストアークモニターと呼ばれる系列に位置している。イギリス海軍のデバステーション級などと同種の間に当たる。本艦の仮想的としては、ドイツ海軍のアリアドネやロシア帝国海軍の規範層コルベット、アスコルド、フランス海軍の極東艦隊などが想定されていた。中でもイギリス海軍のライバルである、フランス海軍の二等層高艦ラガリソニエール級、 ラガリソニエールは強力な敵であった。列強の植民地獲得が盛んな時代にあって、本館の存在はオーストラリアにとって熱望されていた。開港後の本館を描いたイラスト。本館の基本構造は還元が低い平、甲板型船体の前後に背の低い円筒形、砲塔2基を配置する当時の典型的なブレストワーク、モニターの関係である。ブレストワークとは、 砲塔基部に設けられた原則装甲を持つ構造物のことである。当時の低い還元しかない船体にそのまま砲塔を置いたのでは、砲塔をはめている開口部から波浪が容赦なく、艦内に浸水してしまう。そのため、砲塔の位置をブレストワークでかさ上げすることで、少しでも浸水を少なくしようという工夫であった。この設計は、同時代のイギリス海軍の装甲艦。 デバステーション級などにも見られる。このブレストワークのおかげで、機関区や居住区も、波浪よりも高く位置することになるため、外洋高校時でも乗員が楽に行動できる、スペースを得られた。しかし、上部構造物の前後両端は、手法等で締められてしまい、自由に使えるのは砲塔に挟まれた。中心部だけのため、上部構造が上へ上へと、多層構造化せざるを得なかった。 本艦の還元はわずか0.9メートルしかない。船体中央部に、甲板一段分高くなった、ブレストワークが設けられている。ブレストワーク上には、前方から順に、全部連装手砲等、キセル型の通風塔と細身の一歩に煙突、簡素な短脚式のマスと、後部連装手法等が配置された。さらに前後の砲塔の上部にオーバーハングする形で、 空中甲板と呼ばれる構造物が組まれており、その上に箱型の操舵環境を設けていた。ブレストワーク上、マストの周囲は操裁艇置き場となっており、操裁艇を使う時には、片弦2本1組のボートダビットにより、原則甲板へと下ろし、そこから原則についた2組のボートダビットにより運用されていた。HMS モナーク完成後、 オーストラリアへの開港公開時には、公用性能を高めるために、簡易的な搬送設備と還元を高める囲いを、臨時に装着するなどの改装が施された。当時、その姿は、同時期の砲塔装甲艦、モナークにやや似ていると評するものもあった。本艦の主武装は、アームストロング社製、マーク I25.4 センチメートル前装、式ライフル砲である。 前奏式なのは当時の官方としては一般的であった。砲弾の装填作業は、砲塔内に砲身を人力で引き込み、400ポンドの砲弾を鉄のフックのついたチェーンと滑車で弾薬庫から人力で吊り上げて方向から棒で押し込む、方式を採用していた。装薬は布製の袋に詰められたものを手渡し、リレーで弾薬庫から砲塔内まで輸送された。 この砲を直径約8メートル、高さ約4メートルほどの円筒形の砲塔内に連装で2門を収めた。砲塔の下部にはギアが刻まれていて、砲塔自体が巨大な歯車となり、補助ボイラーの蒸気を送られた蒸気機関により、歯車で動力を伝えられて旋回する。また、蒸気機関とは別に、数人がかりで回すクランクハンドルも歯車に接続され、 人力によって、照準の微調整がされた。つまり、本法の場合、方針の行革、不覚操作、砲弾、創薬の装填に人力が欠かせず、運用には一問あたり、約20名ほどの砲員を必要とした。開港後に、空中艦板上に、耐水雷艇用装備として、アームストロング12ポンド制動性榴弾砲が、 単装砲がで2機が追加され、さらに1883年には、ノルデンフェルト1インチイコール2 5ト、mm、ル4連装機関砲が4機搭載され、一部は、マスト状に設けられた見張り所に配置された。1890年に、ノルデンフェルト6ポンドイコール5 7トル速射砲が、単装砲がで2機が追加され、1897年に、 近接戦闘用として、マキシム・ノルデンフェルト14ポンドイコール7.62センチメートル速射砲が、単装砲画で、片毛に1機ずつ、計2機が追加され続けた。艦首水面下には昇格を持っていた。ドックで整備を受ける、サーベラス。1枚舵と4枚輪のスクリューが、よくわかる写真。本艦の機関は、角型ボイラー4機にモーデスレイ 3& フィールド式。 単動式レシプロ機関2機二軸推進で最大出力1370馬力で速力9.75ノットを発揮した。燃料は石炭で210トンの石炭で機関の整備休憩を挟みながら6ノットで10日間の連続航海が可能であった。当時の機関は現代のものと異なり主連続航行するには信頼性も可動性に欠けており、 ある程度稼働させたら、期間を停止させて、整備と休憩を必要としていた。また、平時に運用するにあたって、砲塔旋回用の蒸気機関や浸水を組み出す、蒸気ポンプに開口部の少ない船内に、新鮮な外気を通風するための蒸気駆動の、換気扇を動かすために、燃費の悪い種ボイラーを焚き続けるわけにはいかず、燃費の良い小型の補助ボイラー一機を別個に搭載して、 平時や公開時に使用していた。機関に接続された直径約3.7メートルの4枚バネスクリューで推進され、海底に接触しないようにキールよりも高い位置にスクリューの先端が位置するように配置していた。スクリューの背後には小型の舵が据え付けられ人力により操舵された。後に1876年に蒸気駆動の舵取り機が設置されて、 本艦の運動性を向上させた。開港後に空中艦板に増設された耐水来艇用のノルデンフェルト14ポンド速射砲を運用する水兵たち。2007年時点での船体の残存状況。竣工したサーベラスはイギリスから開港され、1871年4月9日にポートフィリップ湾に到着した。燃料となる 石炭等裁量がわずか210トンであったため、相当に困難な航海であった。本艦は、ビクトリア政府海軍の主力艦として、メルボルン港など、ポートフィリップ湾ーに一体の防衛任務に充てられた。1883年以降、水雷艇対策として、各種の即射砲やサーチライト等が、環状構造物に追加された。1911年に、 オーストラリア海軍が成立すると、その所属艦として引き継がれた。旧式化が著しく弾薬庫などとして使用された。1921年に、プラティパス2と改名され、港に係留されて、オーストラリア海軍の JQ 潜水艦部隊の支援用に使われた。JQ 潜水艦部隊の解散に伴い、1924年に、スクラップとして売却された。 一旦は解体工事が始まったが、1926年に、防波堤に転用されることとなり、ビクトリア・シューメルボルン郊外のブラックロックにある、ハーフムーン湾に沈められた。船体が残された世界でも稀なモニター艦となったが、波浪の影響で破損が進行しており、地元で保存運動が行われている。モニター艦、マグダラ。本艦の同系艦として、インド海軍向けに、 モニター艦、マグダラが建造された。ボンベイの防備に当てられた。またそれらより小型のアビシニアもあり、同じくボンベイに配置されていた。スウェーデン海軍のセルブは、現在もイエーテボリの海事博物館で保存されている。モニター艦に近い砲塔艦としては、チリ海軍のワスカルが記念艦として保存されている。ありがとうございます。